はい、皆さんこんにちは、息子に借りっぱなしのチョコレートケーキです。はい、マイニーネイルです。今回の動画はですね、セリアさんのシールを使ったアートをやっていきたいと思っておりますので、見ててね。じゃあシールを出すよ。はい、でこんな感じのシールです。もうちょっとじゃあね、こんな感じのシールで2種類、多分なんか同じ系統、ここの参考の写真が一緒だから多分同じ系統なんだろうね。ニュアンスアニマル&しっかりフィットっていうシールを発見しました。こっち右側が比較的まあヒョウ柄ジャガーみたいな模様で、こっちがもっとなんかニュアンスって感じのヒョウ柄みたいな。でこっちも右の方がちょっと茶色っぽくて、左が黒グレーって感じですね。はい、ということで早速やっていきたいと思います。ということでやっていきます。で、ジャンコードは一応一緒なのかな。一緒だね。はい、一緒でした。今回はまあシールなんで、まあ、パッと思いつくのはまあこういう感じで貼るだけなんですけど、まあ、ちょっと違う感じでもやりたいなと思いますので、久しぶりにチップを爪につけて、ちょっと両面テープでくっついてるんでちょっと申し訳ないんですけど、爪につけてやっていきたいと思います。こっちでよりニュアンスっぽい方でやりたいと思います。ちょっと一回出してもいいですか。ちょうど私が今ね、地図面何もついてないので、発色がね、どのぐらいかって、あ、でもしっかり発色だね。かわいいかわいい。これを、ヒョウ柄みたいに貼るのもかわいいんですけど、まあ、それだったらね、なんとなくこう、ああ、そうやってやるかってなるんで、ちょっと違う感じでいきたいなと思います。で、ベースに、今いろいろね、色を持ってきたんですけど、全部こっち系の色になっちゃったな。はい。ここだけめっちゃかわいい、かわいい系なんですけど。ベビーピンク。かわいいね。これも捨てがたい、ちょっとグレーっぽいやつ。私好きなの、フローズンホワイト。ジェリーブラウンはまあ、後で出すか。シナモンベージュもちょっとね、色が濃いから、これでいく。ベビーピンクでいきたいと思います。とりあえずじゃあ、普通に全面にね、塗りますんで、まあ、飛ばしてもいいよ、ここは。なんか久しぶりに私、チップにつけて、チップをつけてやってるな。こうかします。はい、じゃあ二度塗りをしたので、このぐらいですね、二度塗りしても。はい、なので、やっていきます。ちょっとね、さっき出さなかったんですけど、まあ昔から持っているこちらのナゲットをちょろちょろっと置きたいと思います。あ、未硬化ジェルはゼロゼロ未硬化ジェルなんで、ちょっとベースをうっすら塗ろう。もうニュアンスって感じで貼っていきます。今回はちょっと薄くね、どの辺がいいかな。このナゲット好きよ私。あ、ブルーと黄色っぽいのとなんかオレンジっぽいの入ってておしゃれなんですよね。まあでも今回これそんなたくさん貼らなくていいのよ。まあこのぐらいでいいか。まあこんな感じでいいでしょう。じゃあ一度硬化していきます。では、こんな感じになりましたので、シールを貼りたいと思います。ここにベースジェルを塗ってしまいましたので、未硬化ジェルがありますから、なのでちょっとエタノールで拭きます。でまあ全体に塗って、ああそうなるよねそりゃそうだ。はい、まあ、ちょっと剥がれたけど、まあ気にしない。じゃあこれで貼っていきます。で台紙が透明だからね、こうやって合わせながら行きましょう。どうしようね。これなんかグレーみたいな、タイダイみたいになってるやつとか欲しいよな。これかわいいね、このシール。真っ黒もいいけど、ゴールドと、このなんかグレーみたいな色が入ってるやつを使いたいので。あ、結構薄いよ。結構薄いので、剥がすときは気をつけて。でも薄いってことは貼りやすいし定着もいいと思うので、まずはここに乗せてシリコンスティックとかで押さえます。あ、いいね。これ重ね貼りもできそうな感じ、かわいい。もうこの時点でかわいいけど、で黒もちょっと入ってるといいかなと思うので、この細長いやつ。でもこれ系のシール前、まあ、今までも使ったことあるな。剥がすときだけ気をつけて。あとはね、結構、扱いやすいと思います。で、ナゲットの上にも乗っちゃっていいので、乗せちゃいます。まあ、もちろん、このシール、普通にヒョウ柄みたいな感じで乗せて使ってもいいと思うけどね。この子だ。
まあ、なんかこういうシール系ってうわめちゃかわいい気に入っちゃったってやつは、まあ使ってみたら意外とそうでもないっていうのもたまにあるだろうけど、あの多めに買っとくのがいいですよね。どうやって使うか分かんないから。結局私シールってよくこうやってうわって一気に貼っちゃったりするので、あの多めに買っとった方がいいんだろうなって思う。で私あんまりあのシール使わない派なので、今これ使っといて何言ってんだよって感じだと思いますけど、あまり使わないのでこうご紹介はしますけどね。ちっちゃいの剥がしにくいね。よいしょ。まあでもシールメインで、セルフの方とかだとね、あのやっぱ時短なので書いたりするとちょっとさ難しかったりするから、右手とかもやったりするのもね。よいしょ。あ、ちなみにこのメタリックな方の方が若干分厚い気がします、シールの厚み的に。あ、くしゃみ出る。そうなので、あの重ね張り、まあこれもできそうっちゃできそうだけど、このメタリックじゃないこの黒とかグレーのやつが重ね張りしやすいかもね。はい、じゃあ結構がっつり貼りましたけど、これで、一旦トップを塗っていきたいと思います。で今あの多少凹凸がトップ塗ってもありますが、大丈夫です、ご心配なく。よし、じゃあ硬化します。はい、硬化しました。まあこれで終わってもいいし、私はもうちょっとだけやります。アイシングジェルでぷっくりさせていきたいと思います。なんか黒にこういうベビーピンクみたいな色って、まあ、個人的にですけど可愛いよね。ちょっとこのシールを貼ったところね、凹凸気にしなくていいよって言ったのはちょっとぷっくりさせようかなという、なんとなくね、シールを貼ったところになんとなくアイシングジェルをのせてぷっくりさせましょう。で、この硬化熱があるので一気にぷっくりさせようとせず、何回かに分けてやるのがいいかもしれませんが、私は今ちょっと一気にやらせていただきます。はい、じゃあ硬化します。はい、完成しました。ぷっくりしました。じゃあ、まあ、後ほどまたこれも一気に見せるんで、他のデザインもちょっと作っちゃいたいと思います。はい。ということで、他のも、あと2つ作ってみました。1個ずついこうかな。こんな感じですね。はい。じゃあ、まあ、1つ目は、まあ、さっきやったもんね。こんな感じですね。これ私、まあ、なんだかんだ一番好きかもしれない。個性的で。まあ、これはさっきやったので、まあ、いいとして、もう1つ。こちらもう、これはね、普通です。ベースにシナモンベージュを2度塗りをして、で最初に使ったのと同じやつ、これをまあランダムに、まあ、これみたいな感じで貼りました。こうした方が分かりやすい、好きなように好きなとこに貼りました。うん、かわいい。これ普通にかわいいですよね。なんかヒョウ柄みたいな、ダルメシアンみたいな、そっち系の感じ、かわいいです。はい。でこれが、ベースがフローズンホワイトの2度塗りで、もう一つのヒョウ柄の方、こちらです。まあザヒョウ柄って感じなんで、まあ普通に貼ったらああこうなるんですけど、まあもうここにね見本があるんで違う貼り方をしようと思って、この根元に並べるように、貼りまくりました。重ねて、まあ何を貼ったかってお伝えするのが難しいので、この綺麗に収まるように貼ったので、まあまあ、 あの重ねて貼ってありますが、多少ね凹凸はできるんですけど、全然重ねて貼るのは難なくできました。で可愛くないですか。なんかヒョウ柄がここに載ってるとは思えない感じになったけど可愛い。でちなみにこのこっちのシールなんですけど、まあ白の上だったら綺麗に発色するんですが、若干ねよく見るとなんかスケスケな感じなので、濃い色の上に貼るとちょっと発色が弱くなるかもねっていう感じです。これ可愛いな、これ可愛いね、結構お気に入りです。はい、という感じで、今回ね3つ作ってみましたけど、いかがでしたでしょうか。皆さんはどれが好きでしょうか。で今回はまあヒョウ柄、ヒョウ柄ニュアンスアニマルしっかりフィットというこちらのシールをね使ってみました。はい、皆さんもお好きな組み合わせでぜひやってみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。